はい、今日はこの NFC カードを手に入れたので、これを使ってパソコンで登録をしました。でこの登録をした内容でここに当てると電子黒板が反応して、すでに登録してある内容でログインができます。矢野先生でログインができました。で事前に Google の ID も登録してあるので、Google ドライブに入って、そのドライブの中に入っているものにアクセスすることができます。それからカフートっていうアプリも電子黒板今単体で動いてますが、カフートもこれで操作ができるし、それからFirefox っていう、ブラウザが入ってますので、ここからもロイロノートなんかにログインすると、ここだけでログイン、ロイロノートが操作できます。今日はここまでできるようになりました。